始まりました。はい、始まりました。よしこチャンネルです。今日はどこに来てますか？江戸の都です。普通とは違って今日はですね、超限界体制。なんで一番今までのよしこチャンネルで危険な人だと思う。いや、そんなことないよ。というふうに言われてます。はい、では行きます。はい、映画ダイヤモンドでヒロイン役は誰だったんですか？愛子たけしだった。愛子たけし君だって。ヒロインです。いいから、はい、私美香ちゃん。そうですね、うん、さっき言ったからちょっと振ったでしょ。忘れてないかなと思ってね。忘れてませんよ。はい、ということで、はい、愛子たけしさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で今日のこれで博多のお土産。あ、あざす。焼きサバタから。はい、博多で有名な。サバは嫌い？いや、大好きですよ。アジイチハルカっていうお店がありまして、はい、うちの YouTube 専用に作ってもらってる。え、マジですか？はい、商品で、焼きサバ高菜と言いまして、パスタとか、はい、おにぎりだとか、はい、もう何でも合いますんで、ぜひ。あ、もう、はい、お土産にちょっとお持ち帰りください。はい、決まりましたね。はい、はい、入ってきてまた続いてるのかと思った。あのダイヤモンドのそれが雰囲気ですよね。まあ、敵役のボスですからね。まあね、はい、まあでも雰囲気は変わってないね。まあ、いろんな YouTube で結構俺のこと言ってるね。いや、言ってないですよ。振られたんで、もう、よしさん、こないだ YouTube の撮影中だって言ってくんないんですもん、電話で。あはははは、いいですね。はい、まあ、ちょっとしたドッキリで、びっくりしましたよ。たけしが電話しても出ないんだよ、出ないんだよねって。いや、電話番号何？ LINE で送らせんでしたって言ったよね。LINE なんか知らんよ、たけし。いや、最初、一番最初、繋がってたんですよ。繋がってた？よしさん消えたんですよ。消したんや。いやいや、そういう気はあるからね。で、一生懸命たけしにさ連絡と全然うんともすんとも言わないから、デイブにさ、ちょっと待って、タクシーの分変わってないって言ったら、うん、ね、あ、これですよ、あ、変わってるやん。一応本番前に電話したんですもんね。そうそう、一応本番前に電話したんや。そしたら本番中に、電話かかってたんや。運よくっていうか偶然、運よく加減入っていただきまして、そしたらもうあの声のみ出演っていうんですね。そうだよね。はい、もう最高でしたよね。いや、もう、まずですけど、吉彦さんから見た愛子たけしさんという方は、たけしはさ、球界でもいい選手だったからね。はい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 、そういう面でロッテ1年間やったよね。やりましたね、うん、俺はほら仕事はしてないけどね。いやいやいや、もうね、もうね、ずっとトラウマなんですよ。なんか西武戦の吉さんが9回裏に仙台でサヨナラヒットだと思ったのを、僕あのセカンドで、西武って秋山とか平野さんとか外野手うまいのばっかじゃないですか。はい、うまいですよね。もう明らかにヒットっていう感じならいいんですけど、ちょっと詰まった感じのライナーが、で、あ、取られると思ってね、スタート躊躇しちゃったんですよ。はいはい、でそれ帰ってればサヨナラヒットだったんです。なるほど。そしたら俺多分すごいトラウマ。いや、あれがサヨナラヒットだ。思い出した。そう、あの時に数少ないロッテの仕事があったんよ。はい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 、でヒット打ったら、え、タクシー帰ってきてないやんって。あれ負けたんやな。いや、勝った、勝ったんかな。林っていうのが、あ、なんか次の回のサヨナラヒットだったんですよ。で、そういうのあった。多分あれがサヨナラヒットだったら俺まだ長く野球やってたな。あ、愛子さんのせいですか、今度は。そう、いや、この前は野村健次郎さんのせいにしてましたから。いや、あのね、僕ね、はい、いろんな先輩いて、はい、野球の世界ですから、縦社会なんてあれなんですけど、吉さんって別格なんですよ。なんで、デイブも言ってたけど、はい、そんなことないやろ。いやいやいや、パリーグの、だって僕らが、あれ、吉さんに言ってないですけど、はい、僕らがロッテで、吉さんがロッテ来るって決まった時に、はい、もう明らかに芸能人がロッテに来るっていうイメージ。あー、なるほど。イメージはもうそういうイメージ。そうかな。うん、高橋よしこ来るみたいな感じで、もうみんな大騒ぎだったんですよ。仕事はしないで野球の方ね。だって吉さんがそれでロッテ辞められて、次来たの宇野さんですから。あー、もうなんかタレントが続いたみたいなですよね。セリーグの。そうですね。上山も行ったのかな。行きました行きました。吉さんの後ですよ。うん、あ、俺の後かな。うん、だからショートがいなくて、吉さんが抜けて、でまた宇野さんが来たんですよ。ショートがいなくてって、あの佐藤健一がやってたやんか。健一さんもいたけど、うん、なんかロッテはその、ショート？タレント性のある人を。いや、それにしては冷たかったよな、俺な。すごい。いや、
でも、こんなことを言ったらもう本当申し訳ないけど、はい、本当悪い時期に来ましたよ、監督金田さんで。そうですね、金田さんからだから撮っていただいたんですよね。いや、そういうこともあるだろうけど、まあ俺がやらかしてるからね。あの時高澤と、あと水上と複数撮れるだよな。そうですそうです、みんな巻き込み事故って。巻き込み事故の俺の。そうなんですか。そうあの全部俺の巻き込み事故でみんな撮れなかったんやけど、撮らない、確かにやってる。ただね、ロッテって時にね、はい、後輩に言われたことあって、いつもなんだけど、俺がどっか出かける時すぐ分かるってわけよ。洋服が違うって、あの試合終わった時の洋服が違うって、もう、あ、どっか行くんですかって。必ず俺着替えて、いいとこはいい洋服着てったからね。あ、そういうのあったからね。あ、で後輩に言われた、あ、今日どっか行くんですか、うん、なんで分かるって、洋服違いますよって。でロッテは面白かったよ、でもあの頃パリーグ色のない完全なセリーグの芸能人です。バリバリのですね。ただ、ヨッサンとはカープの時に、はい、広島オープン戦行った時に、はい、落合さんと食事行った時にヨッサンそこに来てくれて、はい、で一緒に食事をしたっていうのがあって、その時初めてヨッサンを見たんですよ、はい、テレビ見たら高橋吉子さん、ね、同じ野球選手やから。あのね、ヨッサンね、パリーグの選手はね、常に土日は大体デーゲームなんですよ。帰るでしょ、はい、でテレビつけるじゃないですか、はい、ジャイアンツ戦、はい、必ずやってるんですよ。でそれを見るじゃないですか、はい、だからもう巨人対カープとか、はい、もうそういうのを常に見てるから。そうなのかね。そうです、そうです。まああんまりそういうイメージないけどね。だセリーグの選手は、だから自分もドラゴンズ行って、その時初めて、セリーグってこういうリーグなんだっていう。あ、そんな違うんですね。違います。明るさが違うんだよ、なんかね。違いますね。プレイ暗いよね。暗いです。なんだろう、あれって。でも落合さんもさ、俺すごい仲良かったんや、あの当時。落合明るかったやん、すごい。落合さんですか。うん、明るいです。すっげえ喋るんですよ。てか、なんか監督やってから、はいはいはい、あんま喋んないとか言うけど、なんかすごい、ね、そうな、明るいし、一緒にご飯食べて、いろんなことしたよ。愛好さんは愛好さん、大スターだった、まあ、高校からそうだからね。すごかったですよ。僕小学校5年生だったんですけど、多分甲子園全試合見ました。え、見ました。もうやっぱりあのギャリー投げで壁に帽子かぶられて、あのマウンドの姿がかっこよくて、初めてなんか甲子園を見てかっこいいと思った。よく見てる。でもヨッサンの甲子園出てますか。出たよ。1回戦の完封してるけど、一応ピッチャー。タクシーは、え、優勝ピッチャーか。優勝一応、はい、なんだっけ、横浜高校です。今の有名なあの横浜高校、ワイコってやつ。いや、ワイコは横浜商業なんです。そうなんです。よく間違えられる、はい、そうやろ。なんかワイコったら横浜商業。そうです、そうです。横浜高校で決勝戦がちょうどあの早稲田実業の荒木大輔さんが、あ、あの時1年生で出てきて、あ、決勝まで無失点で来てるんですよ。そうです。そこを簡単にコーンとやっつけられました。だからダイヤモンドのヨッサンと僕の関係みたいなもんですよ。なるほどですね。映画の内容ですね。もうアピアモと忘れて、その話は。いや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 、もうその話は忘れてほしい。やっとツッコミの人が来たなっていうことでですね。もうね、あのね、はい、ダイヤモンドの撮影の時に、はい、後から聞いて、知らなかったんです。全然初めて知ったんですけど、ヨッサン子供で空手やってたらしいんですよ。ちょっとやってた。ほんで乱闘シーンは結構ガチで、ある程度って言ってて、殴りかかるようなシーンがあったんですけど、バーンって避けられたんですよ。ものすごい痛かったんですよ。聞いたらよっさん空手やってたって言って、ちょっと小さい時やってたよ。でそれも知らずに、ちょっとリアリティがあった方がいいなと思ったんで、蹴りを入れられるシーン、よっさん本当に当てていいですって言ったら、本当に吹っ飛ばされた。マジかとか思うんですけど。ですよね。娘役は今ときめく足立梨花ちゃんですもんね。そう、うん、男性はあれよ、なんだっけ、あの町田健太、うんうん、エグザイルの町田健太、はい、今結構出てるやん。出てますね、うん、はい、という相手。でもこの真面目な話していいわけ。なんかほらダイヤモンド解禁みたいな。いやいや、今まで一回も話してないんで、やめろって言うんで、話したくない。愛子さんなんで。よっさんすごかったのが、台本全部丸暗記してるんですよ。無理よ。でも、言葉少なかったですよね。映画ね。あのね、大変だよな。ほんま。いや、何が大変って、映画ですよ。1週間で撮ったんですよ。そう。そんな短かったんですか、あれ。すごい短かったな。ありえないですよ。ありえない。はいはい。知ってます、あれ。あの、よっさん、土手で撮ったシーンあったじゃん。
あったあった、うん、で要は吉さんと同級生という設定だった、はい、設定ですよね。で同じ野球チーム でプロに一緒に入ってみたいな、はい、で挫折して両方ともヤクザになったみたいな、はい、そうですよね。よく分かんない設定だったんですけど僕あの左投げなのに右投げ設定なんですよそれで土手の下に子供たちがいて、でボールをそこへ投げるっていうシーンがあったんですけど、はい、俺右で投げたらとんでもないあったら、いろいろあるんですよ。よう覚えてるね。覚えてます。俺はもうね、頭からもう消してるからね。なんでですか。あのいつも主役ですよ。主役ですからね。いつも言うけど、俺自分の今最近のねヒットがあるんだ。ギガ数が少ないのね。ギガ数が少ないんで、こうギガこう情報を入れたらギガ数が少ないので全部消えてくんよだからギガ数が少ない吉井くない、まあ、だから昔のことは忘れるようにしてると覚えてないですよね。覚えたら忘れるとしてんの。いやでもあの初めて役者をやったって言ってたんですけど、はい、すっげえかっこよかったですよ。マジで棒読みでね。でもね最後の最後に自分と絡むのがラストだったんですよ。あああれですね、あの名シーンですよね。ラストのシーンを撮ったんですけど、はいはい、最後の最後にそれね、前の日の5時半に集合して、はい、山梨かなんか行ったんですよ。それで朝の、はい、そのラストのシーン撮ってるのが朝の8時ぐらいだったんですよ、はいはいはい、それがずっと撮ってて、はい、そしたら吉さんね、初めて噛んだんですよ。そしたら止まんなくなっちゃってそうそうあの最後で一番の名シーンですよね。あのね、正直言ってね、脳がね、ツーツーになってたね、寝不足でね、うん、水もしないで撮ってた。そういう出来事ぜひ皆さん見ていただけたらと。吉彦さんと愛子さんの絡みがですね、あのメンバーを選ぶ基準もよく分かんなかった、はい、松永さんそうですそうです。あと元木さん、まあ、大輔はあれですけど、はい、元木、あとあいつ鈴木健、あ鈴木健がいて、パンチ、はい、田中君、田中君、はい、まあ考えたら呼びやすいメンバーばっかしやったね。ちょっと柄が悪そうな人じゃないですか皆さん。いやだけどヤクザの役はパンチと自分と、はい、あとギャンス、あーそうですね、であとヨシさんと3人だけなんですよ。あとみんななんか鈴木健はマスターや、高山で松永ヒルもそうやろ。パンチはうるさいし一番喋ってたのは松永君ですよ。あ、そうですか本当ですか。ずーっと控え室でずーっと喋ってましたね。要はその映画撮るより松永君の撮ってる方が楽しいぐらいな話だったね。あの愛子さんから見た、はい、高橋義彦って語ってもらいますさらに高橋義彦ってどんな人だ。いや僕らから言うと、はい、これデーブの番組でも言ったんですけど、はいはい、野球選手が憧れるプロ野球選手。最高の言葉ですね。いやこれは真面目にこんな選手になりたいなみたいな。だからもう変な話ですよ、はい、そのユニフォーム着てる時も着てない時ももうやることなすことがかっこよかったんで。褒められまくりですよ。だって俺メインはユニフォーム脱いでからよメインはまあ確かにそうだろ。意外とセ・リーグの選手スター選手ってなんかそんな感じが。宇野さんもそうだったんで野球をね頑張るよ。だけど僕ね初めて吉さん来て、ね、はい、鹿児島でキャンプやった時にもうね一挙一投足見逃さず見てたんですよ。いやもうすっごい有名だったからカープ練習めっちゃ長いしきついんですよ。カープの中でももう本当にバカなんじゃないかなっていうぐらい練習するって聞いたんですよ、はいはいはい、吉さんがバット振る、はい、だからもうロッテ来た時に、はい、ずっと見てたんですよ、はい、そしたら延々バット振ってんですよやっぱり乗ってる時もそうなんですか。そうですよ、ずっと変わんないからね。あの時でも俺キャンプ調子良かったよ。ああすごい。で俺知ってるキャンプの一番最後の方でランダムプレーあったの知らん。それで山下に布団も蹴られたよ、ランナーの時。それで怪我してそれでちょっと落としたんかな。ほんで今度あれは阪神戦だわ、始球式で出てくる。はいはいはい、食らいましたよね。これ阪神戦だ、はいはいはい、結構後半はね、あの不運ないやる気があってもちろんロッテは行ったんでしょ。行ったよ、すごい練習はしてたけどね。でも当時、はい、もうみんなユニフォームをロングパンツにしたりとかっていう時代に、はい、吉さんずっと昔からあのあユニフォームソッキを出して、はいはい、オールドスタイルですよね。で走り方がめちゃめちゃかっこよかったじゃないですか、はい、なんかわかんない、はい、けどなんかその仕草がすごいかっこよかったんで、はい、わあもうだから宇野さんロッテの練習で本当にあのフライマシンで頭当てたんですよ
ふわっと。いやいや、わざとじゃないでしょ。ガチのマリン。そんでロッテの選手誰も心配しないで、はあ、みんな生で見たっつって喜んで、そのぐらいなんかこう本当に芸能人を見てるかのような、そうなんかね、イメージだったんですよ。パリーグテレビ映らなかったからね。映らないですよ。だから本当オールスターの時もだけど、パリーグって一生懸命だったよね。人気の性、実力のパって言われてな。だパリーグはやっぱすごい一生懸命って、私も一生懸命だけど、目立つのはここだっていう感じだったよね、パリーグの選手は。そんな感じだった。でもさっき小田川立ってんやん、はい、マリン難しいんだよな。難しいです、風が。風強くて、おでこに当てんけど見事だったですよ。本当に。面白い。予算でもあれはあれじゃないですか。はい、ダブルスチールかけられてホーム投げて誰でしょ。池谷さん。池谷さん。ケツぶつけた。ケツぶつけた。どんなことある。この前出ていただいたんですよ。そして今でもまだあざが残ってるって池谷さんから言われてました。予算肩強いじゃないですか。ピッチャーやってたんで。はい。でも僕ね、ちょっと真面目な話なんですけど。はい、予算もともと右打ちでプロ入ってピッチャーで、はいはい、で右打ちだったのをスイッチに左も変えたじゃないですか、はい、でその話を聞いた時にすっごい、いやもうどういうふうに言ったらいいのか分かんないんだけど、その左で打てるようになったっていうその一つの理由が、右で子供の時から何年間だいたい平均して1年間こんだけ振って、だから予算って確か1年か2年ぐらいでもうスイッチでガンガン打ってたんですよ、ね。その話を聞いた時に予算が、いや簡単だよって、右で何万も振ったから、はい、それを1年で振りゃいいっていうことを言ってたから、はい、いや発想が僕らにはない発想なんですよ。でも数の問題はね、あの人ってよ、全員両利きやからね、みんな生まれてきた時は。でずっとで昔はだから左利きの人はほら字を書くのに右の方が書きやすいよな。で箸もそうやん。で左はぶつかったりするから、で右にみんな直されるよね、大体昔の人は。でも今はそういうことあんまりしないからそのまま来てるけど、もともとは両方右脳左脳をちゃんと使えるようになってるんで、ただずっと使ってると右左脳ばっかしなんかな。だからこう反対やからね、右は左脳か左は右脳か、でそれをずっとやると両方使えるようになるよね、と思う。だ僕一つ聞きたかったのは、ピッチャーもやってたんで、僕がピッチャーやってて感じたことなんだけど、絶対右バッターと左バッターってバッティング違うんですよ、うん、僕同じように思えるけど、はい、でも僕ら右でまず試合で打ったことがないので、予算に本当に今日聞きたいなと思ってたのが、両方打ってるじゃないですか、絶対違いますよ。違うよ、右の人格と左の人格違うから。えスイッチで。そうなんですか。打ち方も違う。で右はガが出る。へえ。あの小さい時やってる、あのどっかでガが出て力任せになる。でも左は作ったもんは無駄なもんがないから、左の方が素直。そんな感じ。だからミスするのは右の方がミスが多い。そうなんです。そう、左の方がミスが少ない。でバッティングはスイッチで怖くないっていうだけやからね、大体が。対決に入ってくるやんか。でもだからこうスイッチの打ち方って特殊の打ち方が、うん、全部入ってくるから。ああ、そっかそっか。うん、逃げる球はあるけど、はい、ほとんどが対角線上入ってくるんで、打ち方は特殊の打ち方するね。だからよく野球で言ってるのが、よくボールを引きつけて打ってますねって言うやん。引きつけたら打てんやろと思ってるから俺。まあ確かに。バット振る時間がいるのに、はい、みんな、いや今な引きつけましたねって、え、引きつけるって、引きつけたら打てんやろって、体開くやんって分かるやろ。はい、だから俺なんかはボールをずっと遠くに置いといて、それから引っ張ってきて振りに行くからある程度時間もらうんだけど、でもよく言うよね、今の引きつけましたって、俺の引きつけるはずっと前で引きつけるってイメージを持ってる。そんな感じない？バッティングって。そうやろ。引きつけるってそのキャッチャー寄りにボールを持ってくるわけじゃない、じゃないよね。向こうで引きつける、だからこういうバッティングができるやん。パッてみんな言うけど、いや今だ引きつけてうまいこと打ちましたねって、え引きつけたから開くのにねっていう感覚があるわけ。こんな真面目な話でいいの？いや、これもまた特別な絵になってるなと思いながら見てました。誰が野球の話をちゃんとやれてるっていう、ちょっと普通に野球選手、ね、真面目だよ。みんな勘違いしてる。たけしもそうだけど、世間体にたけしったらパッて見たら悪いって感じするやん。はい、まあ見た目もそうやん。吉彦さんもそうじゃないですか。ほら見た目悪くない、はい、
いやいや見てみ、まあ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 、もうサングラスグラサンでも見てみ、はいはい、どうしてこういうグラサンになるかと思うよ。いや一般に多分吉彦さんいないであったら普通にやったらちょっと怖いですよねだからいや昔はでも俺こんな感じだったかもしれない。逆にこんな感じだったんですよ、ね、吉さんでも、はい、多分みんな思ってますよ、吉さん怖いって。それ皆さん言われます。はい、あのさ、だってさ、コーチ行って、はい、バレンタインとか、はい、すっげえ楽だったのが福浦とか三郎とかのあいつとみんないるやん。であいつらみんなお年をかけたらしい。選手やばいから吉さん、うん、やばいからまあ、だから怒らしちゃいけないって。そうですね、絶対に。なんでそうなっとるんやろ俺。川松さんとの乱闘とあれ、あれがものすごいパ・リーグの選手として見ると、はい、もうグラブでダーンとついて、はい、カープってなんかちょっとそういうイメージありますよね。ありますよね。 あれはね、カープは中立が多い。マメ、ま、ちゃんも突然、ね、切れて、マメも切れる、あの蹴りばっかり入れてたシーンがあるじゃないですか。そうですよね。幼いさんいるし、もうやっぱりですね、もう役割が決まってますよね。あ、マメもロって言ったんじゃない、あれ。そうですよ、宇野さんと一緒に来たんですよ。あ、そっか。そうです。結構悪いやつ言ってるね。はい。喧嘩パイツ言ってるね。いや、そんなことないけどな。宇野さんはどっちかっていうと、ちょっと天然っぽい、うん、そうやな感じの。マメは突然切れるからね。切れるし、試合中でもずーっとこんなちっちゃいラジオで計画切って勝つから。マメさんっぽいですよね。はい、あいつ、悪いからね、ああやって見えても。自動車工業、静岡、静岡、静岡の暴走族です。そうですよね。え、お前高校時代は暴走族したの？僕らそういうふうに言われるんですけど、合宿で缶詰なんで。でも話によると、高校生の時に横浜高校優勝したじゃないですか。はい、で渡辺監督ですよね。はい、でもなんかこういろいろ調べていくうちに、当時の横浜高校は不良の厚生学校みたいな。ああ、で渡辺学校自体が。で、渡辺監督も愛子さんを構成させるための方だったみたいな。いや、正直言ってみ、悪かった。いや、正直言ってみ、悪は悪かったです、はい、だけど、言うほど悪いことする時間がなかったです。あ、野球やってるとな。そうです。あ、分かる。予算通いだったんですか。通い。あ、そっか。東京は通いが多いね。寮じゃなかったね。全然女の子との接点とかないんですよ。いやいや、俺普通ないから。いや、たけし、ないから、俺たちもないから。野球部はないんやから、そういう考え持ちてるのおかしいんやから。女の子の接点があるんじゃないかと思ってる時点で間違ってるから。高校野球は高校生はその接点ない。いいか、練習して通いでも、練習して遅くまで練習して、バス乗って帰って、朝起きたら学校電車で行って、あの頃そのまた学校で早朝練習なかった。俺グラウンドがなかったからね。ああ、俺たちは。ああ、でまたなりますとこ行って練習して、それでまた帰ってたから、女の子とそういう接点はない。普通そういう考え方持つ時点がちょっとおかしい。こう言わせていただいてもいいですか。はい、よっさんが言うと説得力ないんですよ。ないですよね。いやいや、なんかわかります。全国の野球部はみんなそうやからね。もちろんそうですけど、だってもうこれもう全然ピー入れていただいていいんですけど、吉、はい、さんと落合さんを交えて、はい、まあ吉さん独身でカープの時、はい、もう本当にいろんな芸能人の方と、そうですね、女優さんの方と沖縄を、はいはい、僕、ね、大ファンの女優さんがいたんです。吉さんがなんか週刊誌でもそういうなんか話題になって、そうですね、落合さんが吉さんに、はい、おあ、ところであれとどうなんだって言ったら、はい、なんか、いや、うまくいってますよぐらいのもうショックで、俺そこでもう、はい、もうファンやめたなるほど。そのぐらいだけど、だから僕らから見たら、はい、もう芸能人も憧れるような。パ・リーグなんて芸能、女優さんなんかと接点なんて1ミリもないですからね。あー、すげーなーとか思って。わけの話やろ。はい、加納脇子の話。そうです、うん、これ P 入りませんよ。いいよ、大丈夫。だって今でも連絡、たまに電話するもん。そうなんですか。うん、本当に、ね、うん、なんかね、でもね、今のなんか よくほら女性問題で、はい、はい、そういうあれが一つもないんですよね。はいはいはい、かっこいいんですよね。いい女性に出会ってんだ俺。今日はもう吉本さん褒められまくりですね。いや、後が怖い。いやいやいや、もういや、でもね、
真面目ですよ。真面目にみんなそういう風におっさんは見てましたよね。あ、これ愛子さんが見ていただいてるっていうことですよ。だからたけしからしたら真面目ってことは、いや真面目とは言ってない。でもやっぱり横浜高校来たいですね、今回ですね。はい、さよならバチにしそうです。いいね。だけど笑っちゃいますよ。ワンアウトランナーセカンドで、ね、ライトフライだったんですよ、うん、でランナーがシールかけてたんですよ、うん、サードベースライトフライで回っちゃって、うん、でベース踏まないでセカンドベースに戻ったんですよ、うん、だけど相模も相模でカットプレーかなんか間違えて、うん、間違えたのか失敗してセカンドセーフってなったんですよ、うん、だけどベース踏まないで帰っちゃってるから、うん、本当はアピールプレーでアウトなんだけど、あれ野球ルールってすっげえ難しいと、はい、だから審判は分かっても絶対言わないからね。そうですね。こう審判は黙ってずーっとそうなんや。だから置き換えのフォアとかあるやん。はい、あれも普通一般人って分かんないけど、一三塁でワンアウトでセカンドライナー打ってサードランナーがそのままスタート切ってでセカンドへ投げるやん、はい、でセカンドアウトでスリーアウトやん、はい、通話スリーアウトやん、はい、でこっちがスリーアウトなる前っていうよりこっちに通過するやん、はい、通過するとスリーアウトでチェンジやん、はい、でチェンジでいわゆるあのラインを越えた瞬間にアピールはできなくなるよな、うん、野球って、うん、そうすると1点入る。そうですよね。で置き換えアウトでサードに持ってかなきゃいけないよね。そうですよ、4つアウトだったんだけど。でも俺さ、それ最近知ったのよ。え、最近、うん、それがアマチュアの人にさ、よしこフォアアウトあるの知ってるって言った、知らないって言ったんや。知らんかったよ本当に、うん、でプロ野球の時それやられてショートランナーの生活なんて、まあ他のやつが言うかもしれんけど、あそうなんやねって、うん、結構知らないことが多いよ。ありますね。そうですよね、うん、なんか知らなくてもなんとなくできてしまう。そう、野球ってそうやろ。ありますね。甲子園優勝ピッチャーですから。いや優勝ピッチャーと俺一応一回戦完封したけど倒して変わらへん。150キロ投げてたんですよね。誰？吉子さんね、甲子園で。自分ではね。ね。だったらクビにならんって。でもだからピッチャーから、はい、あの共通点、唯一の共通点はピッチャーから野手に転向したっていう。でもいいバッターになってるわけ。そうですね。でピッチャーから転向多いよね。多いですね。あの鈴木誠也もそうや、はい、あれピッチャーやもっとも違う。あ、そうなの。そうですね、二学でピッチャーですね。ピッチャーだろ。で、イチロー選手もそうです。そうですね。あので松井一夫もそうや。はいはいはい。あの選手はみんな150投げるからね。そうですね。うん、投げてたんでしょ。一応自分はね投げたことないやないか。ほんまに。いや話が飛んじゃうんですけど、横浜高校上下関係厳しかったと思うんですけど、そこはですね、いやもう正しい話を聞かせていただければと。上下関係が厳しいというか、ああもう最初に入った時に言われたのが、はい、3年生は神様で、はい、2年生は人間で、はい、1年はゴミだっていう。ああ高校時代からそれがあったってことですよね。だからもう常にゴミ扱い。いまだに、はい、未だにですよ、この、はい、この年齢になって、はい、もうすぐ60なんですけど、はい、この年齢になっても1個上の先輩に、はい、この1個差はあの世へ行っても縮まんねえんだよっていう。あるな、はい、ある。高校野球のはきついかもしれない、それは。そうですね。だからこの高校野球の先輩に会ったりすることは先輩だもんね、これは。で、プロ野球入ったらそうでもない。プロ野球入ると俺たちって年数になるんで、ある程度まあそうです、ね、あの1個上でも2つ上でもどってこと感じないよね。だから高校の時厳しいやん。それで植え付けられてるからやっぱ学年の差がずっと変わんないけど、プロ野球そんなことないで。いや僕はよっさんにはもう全然ありましたよ。みんな持ってましたもん。そうでしょ。カープの OB の方々も言うんですよ。1個下の人たちがこううちの YouTube 出ていただいて、この1個差がなぁ、とか言ってみんな文句言うじゃないですか。まあね、きつかったらしいからね。全部忘れてるけどね。愛子さんに謝らなくちゃいけないことない。ないですか。忘れてるだけじゃないですか。ない。なんか俺ロッテの時静かだったよ。だいたい会った人はみんなあの時こうされたって。いやないですか。そういうのはなかったです。やっぱり合うんですね。いや逆に結構あの声かけて、自分からもう本当にだから遠い存在だったんで、もうあの広島カープの高橋よし彦っていうもうなんかイメージ、もうテレビで見てるイメージがあったんで、だから逆にこう声かけてもらえたりしてたから、だからすごい嬉しかったし、でやっぱ目の前で見れたっていうのは嬉しかったですよね。すごい。ロッテ行った時一番びっくりしたのは瀬戸バヤでパリーグって知らないやん私、はい、レベル高かったよな。
あれよ、ピッチャーもそう。ピッチャーがね、ピッチャー、早いピッチャー多かった。それびっくりした。監督おかしいのか。いやいや、お前覚えてない？あれチョコ、はい、チョコが入る事件でしょ。カニ事件。こないだチョコが自分の番組出てくれたんですよ。でもうガチでよっさんに怒られたっつって言って前田、九州の巨人に行った、はいはいはい、第一高校です。あれ、あだ名チョコっていうな。で、あの時、今でも覚えてるけどさ、あれキャンプの時か。いや、北海道遠征でな。あれ1年生で新人よな。で、金田監督が左ピッチャー、前田もチョコ、はい、すごい可愛かったよね、はい、これで池田さんやな、マネージャー。そうです。それで、食事の会場でこうやって、はい、美味しいもん、結構美味しいもんですたよな、はい、で、こう食べてて、で、チョコが借りないんですかって言い出したよな、あの時。いや、金谷がなんか金谷金谷さんが金谷さんがチョコに、お坊主って、お前カニ食わねえのかみたいな感じ、だからないですみたいな感じを言ったら、翌日に前田様へ、金田様よりって毛ガニが置いてあったんです。ほんでよっさんがそれ見て激怒してチョコにてめえの金で食えっつって言っておかしいやろって。ほんで池田マネージャーがさ、大変だったよな本当に。たまに池田マネージャーの話するよ俺。あ、本当ですか。うん、カープがロッテ行って結構面白い連中で、横田とかさ、あと体でかいレフトやってた古川ですか。古川、島田、島ちゃんとか爆笑の選手多かったよね本当。西村、まあ、ジャン監督いて、はい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 、西村選手とか、はい、あと山下とかさ、結構面白かったよね、あの頃の野球。面白いっていうか、はい、でもそれをさらに超える監督がいたんで。そうそう、監督ですね。あの東急からさ、藤井寺までバス乗ってる時さ、クーラー全部切ったよ。そうですよ、エアコン切るんですよ、真夏に。有名だよな。でも金田監督ってよ、すっごいピッチャー思いだよな、はい、もう肩冷やすなよ絶対に。だって大阪から藤井寺のバスの中全部エアコン切って、1台やな、あの時な、バス降りたらみんなびしょびしょやな。新幹線のクーラーも切ったもんな、グリーン車も、はい、待って、これクーラー切れたけど。半袖着てるとピッチャー怒られてました。すごい冷やすなっていう金田さんとかね、すごかった。で、食事もだから金田さんになってもうキャンプの食事とかすごかったです。まあメインが監督やもんね。そうです、パ・リーグは特にね。だからもうキャンプの時に鍋食ってる時に、鍋多かったじゃないですか、ロッテ。鍋食ってる時になんかちょうど自分らが食べてる席にもう食べ終わって監督が来て、はい、で、大竹氏、お前体調どうやとか、もう結構疲れてますとかって言ったら、そうか、わしの女房が送ってきたすっごいうまい餅があるから今食わしてやるからって、おい行けって池さんに、行けってわしの女房送ったら餅持ってこいっつって持ってきたんですよ。で、それ食って元気になれみたいな感じで、ありがとうございますって言って、でいなくなったんですよ。で、池さんが持ってきて、で、これだよって言って、で、なんかこう一個一個袋に入ってるから、これだ、どっか新潟とかすげえ有名なところの餅なんですよ、うん、ただの佐藤の切り餅だよ何しかよとかもうね、あれですよね、自分が食べるもの、はい、自分がやることって全て日本一、世界一なんですよ。あ、ヤシ集めて、はい、で寿司食いに行くって言い出して、はい、でヤシにですよ、はい、全員にシーズン中に、お前らタコ食えって言ってここのタコは日本一や、タコ食えって言って面白かった。でも本当だ、面白いですね、うん、面白かった。ヨッさんがね、僕も喧嘩したんですけど、はい、ヘッドコーチやってる徳武さんって言って、まあ、あの今の郷ひろみさんの義理のお父さん、ヨッさんがね、仲悪くてねそんなの悪くなるだろうほら、なんでですか。監督にごますれたとか、部屋まで来て、で、まあ、監督揉めたからね、ちょっとな、あの散歩事件で。ああ、はい、あの昭和公園、もう真夏1時間散歩、俺たちくったくたになって野球どこじゃないよ、はい、で、監督が、あ、よしごどうや、散歩いいやろ、わかりませんって言った瞬間、あーってなって、それからこうちょっとなって、そしたら徳さんが部屋まで来て、よしごごますれ監督に、あ、いいです、すみません、ガシャッと閉めて、
で、それがあって知らない、あそこのオリックスの神戸の球場で徳さんと名古屋の喧嘩になりそうな、デッド戦のところですよね。長司さんが走ってきて止めてくれてよしやめろっつって、殴り合いの喧嘩になりそうになったんですか。こうなって俺も一歩も引かず、徳さんも一歩も引かず、そこへ長司さんが飛んできて、やめろよしって言って、そういう事件も結構あったかな。でもロッテに行ったら1年ですよね。だから1年だ。だから1年ですよね。だから1年だ。だから阪神行ってきましたね。やっぱり必ず出されるって残って FA もないし、出されるって原因があったわけ。でも、そっか、予算、FA まだあの時ないないないですよね。 FA なかったらすごい選手よ、俺。いや、だから FA って言われたら予算もそうなんですけど、はい、あと15年ぐらい遅く生まれてたら年俸から何から違いますよね。変わりますよね。変わったけどね、私生活はボロボロにされてるね。雑誌からなんか、ね、15年遅れたら今週の高橋芳彦って、それは否定してないです。ワイドショーですね。今週の愛子をたけしって週一で雑誌が出るようになる。だからあのツイッターで、はい、今日銀座に高橋芳彦がいたぞとかそうですね、なんかやられまくりですね。そうですね。だからあの頃のダラダラ選手っているやんか、あのこうレギュラー連中今週のダラダラ、今週のダラダラってこう週1じゃないよ、はい、月1じゃないよ、はい、週に1回出るような雑誌ができるね。あ、できますね、うん、あのプロ野球の私生活っていう雑誌が、はい、だけどすごいなと思うすごいな、予算なんかすごいなと思うのが、はい、もう人の何倍も練習して、はい、人の何倍も遊ぶっていう。そうですね。だってあの普通ね、キャンプってもう明日休みだっていう前日はみんな外へ行くぞみたいな感じだけど、予算違うんですよ、はいはい、4期1級の最初の初日ぐらいからもうめちゃめちゃ練習やって、はい、で帰ってきてシャワー浴びたら、はい、もういないでしょ、食事も食べずにいなくなるっていう。みんなそう言われますね。どこの球団に行ってもやってたんですね。みんな勘違いしてるけど、昔からいいことわざがある。よく学び、よく遊び、ね、必ずこれ表裏一体ない。だから練習しないやつはあんまり遊ばないわけ。でも逆に遊びすぎるわけ。でも俺は練習いっぱいしてるから遊びも1対1ない。スタミナが尋常じゃない。あ、元気やったね、やっぱ。あんだけ練習したらみんないけないって言われてたじゃないですか。俺元気やった。吉子さんそう言ってるけど出れないって言ってましたもんね、疲れて。その前に出て行ってたのは翔太さんぐらいって言ってましたけど、まあ、豆もそうだけどね。豆もよう飲みに出てたけど、みんなで、ね、日本シリーズの時に太田さん、拓さんとみんなで飲んでたもんね。敵チームと。敵チームですか。そう、西武の、うん、たくさんたくさん仲いいんだよ、はい、たくさん、はい、すんげえいい人なんだよ、はい、で、やっぱそうやって飲んだりしてたね。沖縄のキャンプとか、予算の時、宮崎ですか。キャンプ、日南。沖縄と日南、両方、うん、最初は宮崎やる。夕方5時、6時まで練習やってたじゃないですか。やってたね。あれでも、どっか出て行くんですか。いや、日南はなかったね。休みの前の日は、宮崎が出た。宮崎まで、うん、車で。結構な時間ですよ、ね、車借りて。でも夜は結構夜の方が飛ばせるよ、車。あそこ予算なんかあの時間の感覚と距離の感覚おかしいんですよ、ね、おかしいんですよ、ほんとおかしいんですよ。東京から名古屋でした。名古屋からカーブ表しますか、あのタクシーで。名古屋から東京。東京ですか。あれはほんと、あのね、嘘がたくさん飛び交ってるんだけど、広島から東京まで行って、東京から広島帰って試合出てるって話が飛び交ってるわけ。ああ、これ流したやつ知ってんだよ、俺が一緒に横に乗せた選手なんや。澤田っていう子なんだけど、ああ、こいつがまた面白いやつなんでよく喋るんだわ。これオフシーズンに乗せて帰ってるわけ。ポルシェですね。ポルシェで、はいはい、脇屋に、加納脇子に会いに、ああ、ね、それで取り付き合ってたから、ね、オフシーズンよ。で、それがずーっといつの間にかシーズン中に変わってるわけ。話は長いですね。できるわけないやんかって。俺 F1 いやでも言っていいですか、やりそうなんですよ、はい、いや、予算の話は僕プロ入った時からカープからトレードで来てた選手が、土井さんとか望月さんとか剣本さんとか、予算をよく知ってる同期の人とかもロッテにいたんですよ、はいはいはい、で、カープの話になると必ず名前が出てくるんですよ。予算の話土井には言われたくない。剣本さんは上で、はい、ちょっと変えようと思う。餅さん同期でしょ。同期、この2人、やばい2人よね、餅と土井は。
これ2人俺と同期さんなんて望月さんなんて、はい、僕初めてベンチ座って横望月さんなんですよ。もうあいこちょっと手をこうやって合わせてみる、はい、でこうやって広げてみるって真面目にこうやって、はい、こうやったらここにガガガガッもう訳わかんないよ。訳わかんないですよね。試合中ですよベンチね。この2人はねやんちゃやったね。ああやることが土井さんもすごかったですよ、うん、俺以上俺も違うやんちゃさがあったよね。この2人は違う部分でこれ言えないもん。言えない。言えない。俺多分俺それ持って死ななあかんねん。あ、そうですか。そんなにやんちゃ。いや、ほんとやんちゃマジで。あおマジで。おっ、夜中にとかこの2人そんなことしてるの。俺要せんよ、さすがの俺でも。いや、アイコーサーをもしかして。でもロッテの寮なんて、はい、僕が入った寮なんて一軒家みたいな感じのとこだったから。あ、そこじゃないの、浦和の。いや、全然違う。あ、違うとこ。最初ね、高円寺だったんですよ。あ、高円寺だったんだ。で、女子寮を改良したような。だから1人は6畳に2人部屋だったんで、うん、何もできないんですよ。だから俺だけ全部2人部屋だったよ、最初。2人部屋で寮入った時に板の間があって、それでやっぱ6畳ぐらいで2人や。でもみんな最初そうだったよ。今みんな1人部屋。だからそういう面では寮はそうやね、そうだった。だからさっきの話は絶対流せんからね。まあもちろんですね。まあでも持ちさんとか言ってたのが、カープの選手はもう東京遠征っていう時はここぞとばかりにもうなんか野球用のスーツケースがあるんですよ、はい、だけど私服用のスーツケースがあったっていうみんなそうよ使ってちゃんと遠征で野球用のスーツケース、はい、私服用のスーツケースちゃんと分けて持ってったね。でも靴もそう。何のためにそんなおしゃれするかってな。でもドラゴンズ行って、はい、やっぱ名古屋でドラゴンズ選手ってあんま出歩けないんですよ。あ、逆にですね。カープもそうですか。俺は平気やったね。だからよう揉めた。だから俺は平気でしたから、勝って負けても。で電話が入る球団に。球団に要は飲んでると球団知ってる人が会うやん、クラブとかそういうところに行ったら。たら次の日言ったら、あ、よしゆこ、昨日長らか出てたか、あ、出てましたよ、連絡あったぞ、あ、わかりました、関係ないよな。でも本当にね、言われたことある。若い男性に、バー行った時に、なんて、結構大差で負けたんかな。たらバーって、お前どうだって、もう今日何てか負けたか分かってんだろうなって。で、ここ横に女性がいたんよ。クラブ終わってから、一緒に飲みに行こうって言われたから、そこのバーで飲んだけど3人で。で俺が怒る寸前にその女性がバーンとって「やかましいあんた!」って言ってくれたいの。この2人も結構そういうかっこいい女性が多かったよ。そういうのがあった。まあいろんなことあるな。だから俺は普通に広島あったら出てたね。今考えたらゾッとするよな、うん、真っ赤なポルシェ乗ってるんだ俺、なんと乗ってないから。から止めたらその時1台ぐらいしかなかった。買ってもらったやつでしょ。そうそう。まあそこはまた詳しくね、アイコーさんの方のチャンネルしていただいて、ね、あの当時、はい、真っ赤なポルシェ乗ってる選手なんて誰もいないんですよ。そうですよね。ポルシェ乗ってる人自体がいなかった。あ、いなかったね。大体みんなもうベンツ。あ、そうですね。ベンツとかクラウンとか、はい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 、そういうのが多い中ポルシェ。それでポルシェで広島と東京を往復したっていう噂が。そうなんですよね。これはパリーグにまで来てましたね。そうなんですよ。俺は名古屋からある、はい、名古屋から中日線終わって女性と喧嘩して分かったって切って、もう新幹線も取ってないやん。タクシー拾って東京まで行って、東京仲直りして次の日新幹線帰ってきて試合出て日本語3本ヒット打ったのは覚えてる。いくらかかったんだろうタクシーが。すごいでしょうね。あの当時10万近く行くんだ。10万は超えたと思う。そうでしょうね。もう今だったら絶対すんな、もったいなくて。マジでどんな喧嘩しても。まあ今やっちゃダメですよ。今やったらもうびっくりしますよ。だ、破天荒って破天荒なのかな。でも、はい、でも野球はほらどっちかといったら成績出せばいいやろっていう頭があったから、はい、で昔の選手ってそういうところたくさんあったやん、破天荒な人って。でそれを見てるから最後のこうグレーゾーンなのかな、俺でもたけしでもな、どっちかといったら。でもまあやっぱりこう吉彦さんとか愛子さんっていうのは子供たちがやっぱり憧れる選手でしたよね。
だからよっさん違いますよ。プロ野球選手が憧れる選手だったんで、だからいるんですよ、うん、だから例えば長嶋さんとか大江さんとかっていうのもプロ野球選手が憧れる選手でしたけど、その長嶋さんとか大江さんっていうのはまたちょっと別格の別格ですけど、よっさんってその違うカリスマ的な、なんかわかります、その遊ぶこととか、なんかプロ野球選手はもうやっぱり稼いだら稼いで遊べみたいなこと、それをもうまんまやってる人じゃないですか。はい、そうですよね。活躍してっていう、もう本当みんなが憧れてたというか。今は後悔してるね。ちゃんとした方が良かったと思う俺。いや、俺だからね、そいつだけよっさん、よっさんの野球で、これ別に野球が納得いかないんじゃなくて、本当に納得してないのが、なんで2000本まで、ね、って僕は性格の問題よ。性格の問題。やっぱね、行くとこ行くとこでやっぱ事件起こしてるよ。あのね、なんだろう、やっぱしね、ダメなんだろう、我慢っていう字が分からんのよね。最近やっと我慢っていう字が分かってきたけど。そうですね、60過ぎたぐらいからですね。なんだろう、それおかしくねえかと思う時結構あるやん、野球やってる時に。で、それ普通だったらさ、流し切らんのよね、これね。そういうのがあるから、今あったらもう、ダメだよ。我慢して流すよ。今は、だからいつも言うんだけど、針ってあるやんか。人って とんがってると痛いやん、よく。お前、とんがってんなって言うやん。こう、あれって、たけし知ってた、こう、隙間があるから痛い。これ、トゲって。はい、俺、もうね、こうやってみっちり生えてしまってる。今隙間がなくなりました。隙間がないから痛くない。いや、生えるんやったら中途半端でみっちり生えたらいい。絶対相手によって開きますから。みっちりパッて、おいって。いや、今のはうまい。今のうまいですね。返しますよ、よかったです。今のはうまい。ちょっと笑わないか。思った、自分でも、あ、そうかもしれない。もうカーッとった時、パッて開くかもしれない。それまだピシッとしててバッて開いてグサッと、それはあるかもしれない。まだでも今ね、やっぱり冗談でさっきもギガ数が少なくなったとかさ、要は入ってきたらもう忘れるとかさ、やっぱ気は長くなったよね。でも僕ね、よっさんが今でもすごい思ってるのが、よっさんみたいなタイプのコーチがだからいるべきだって思ったのが、その西岡の話をさっき聞いた時に、そのよっさんの練習についてこれたのが西岡だけだったっていう、で根本とかその辺の、結局は野球の成績から言ったら成功したとは言えないような成績で終わってしまってる選手たちは、やっぱその練習についてこれなかった。あいつよって、なんかああいうチャラく見えるけど俺の練習についてきたのあいつだけなんだよって言ってて、でもやっぱそういうコーチって今どっちかというと子供の、僕も今子供とかすごいずっと教えてるんですけど、やっぱりそういう中学校なんかの監督とか親の顔色とか子供の顔色を伺いながら教える、もう今難しい、絶対やんないじゃないですか。そういう、まあね、で野球界もそういうのは必要なのかな、まだまだ。まあでも人で変わるよね、あのコーチで。俺はたまたまカープ入って、本当カープが入ったから今があるんで、俺は正直。で、小葉さんとかさ、寺岡さんとか、いろんな山本和夫、藤井さんのいろんないいコーチに出会ったよね。山内さんとか。だからそういうのがあったから俺はすごい今があると思ってるんで、どれだけ正しい人に出会えるかが、その選手の寿命の、そうだけど伸び方が違うんじゃないかと思ってるんで、だから俺はコーチってさ、辞める仕事を持ってるんで、今でも。要は、コーチ業しました。受け負いました、で自分が成績残せませんでした、選手がダメでしたったら自分で、あ、すいません、僕はちょっとコーチ業としてこのチームに合わないとか、この選手は合わないっていう引く自分がいないとコーチじゃないと思ってるのはね、で辞めるのが必要だと思ってるんで、でその中で伸びて自分と会って伸びる選手がいたら、あ、俺こういう教え方でよかったっていうんで、いろんな引き出しを持ちながらできるだけ選手を伸ばしたい、伸びたっていうのやったら、あ、コーチとは言えるんだろうけど、ただ全員が全員じゃないんでね、それは歯車でこう油がいるようで、やっぱ歯車に油がいるんで、全員が歯車じゃいけないんで、そういうコーチも必要だけどね、あのヒルランドみたいな逆にね、池田さんみたいなピッチコーチやってるの、池田さん、ああ、はい、うん、優しい、はい、
いう感じの人も必要なのかなと思って見てるね。だから俺は自分では俺はこう自分こうするんやったらいつでもやめる覚悟でしなきゃいけないなっていうのは思ってたね。だから沖さんとすごい似てんですよ、その言ってることとか、はい、もう要は練習やったら例えば若手とか僕らはもう沖さんにも常に言われてたのがいいから黙ってやれっていう、黙って振れっていうよくそのだから予算がそのスイッチに変わった時にその数の話をしたんだけど、オチさんも似たようなこと言ってて、もう何も考えずに振らなきゃいけない時期があるって、死ぬほど振らなきゃいけない、考えて振るのはその後だっていう、ダメな選手は最初から考えながら振ってっから、そうじゃねえって言われて、よくすっごい似てんですよ、そういうところ。あ、これ初耳ですね。だから本当ね、振る時期って絶対ある。王さんもそうだからね、ああやって見ると3年間銀座遊びして有名だからね、王さんは。それで荒川さんに出会って、はい、で一本足に帰った時にすんごい練習をしてるわけ。人って全部さない。だから今の怖いのは情報過多ないよね。要は今言ったように考えながらやりすぎる。だから今でも山内さんにさ、はい、やらされた時にボールポン投げられてポッと取ったわけよ。で山内さんはさ、何取ったん？って言うわけ。は？なんで取ったって。は？投げたからやろかと思ってるわけ。お前なんか考えたかって。いや、いいか、バッティングはそこまでいかないとダメなんですよ、うん、要は考えて手を出すとかじゃないよ。来たもんポッと取る。そう、まあ無意識の中の意識、意識の中の無意識なのかな、うん、そこまで練習しなきゃダメってわけ。マジでよくわかるし、おちさんも同じようなことを言ってたし、うん、これ e スポーツじゃないんで、要は e スポーツもただのこうやってコンピューターを回してて、でボタン操作ずっと、それもそうなのかもしれないけど、うん、俺たちはバットっていうものを持った時にはやっぱしどれだけ数を振るかで、自分の体が自分の思い通りになるかで、無意識に手が出るぐらいまで練習するかっていうとこをまで行って初めて結果が出るんじゃないかと思うね。結果が出てない選手ほど理論をすっごい言いますよ、ね、あ、実際結果を出してる人の理論ってすっごいシンプルですよ、ね、そう、長嶋さんスーッと来てカーン打てばいいんですっていう、カープのキャンプ来てくれたり、長嶋さんがね辞めてから全員集まってバッティングはいいか、ボールだろ、ボールには芯がある、芯がある、そこを見てスッときたらカーンってこれね、これ全てなんよね、スッカーンが、はいはいはい、バーンとか。なるほど、音でしか表現しない、うん、でも今でこそその時はえって思ったけど、今でこそ本当にずっと経験してコーチゲームになると、あ、全てやなっていう感じがする。オチさんが言ったのはバッティングは来た球打ちゃうんだ、うん、そうだろ。もうえって最初はもう言われて何言ってんだろうと思ったけど実際そうですよね。ここに来るんで、あ、うん、ほんまそう、来るまで待っときゃいいんだよっていう、追いかけるなっていうね。 あれ星さんは山内さんと教わってるのか。自分も1年教わったし、長い野郎、長い野郎尺でしたら、もう手持たれてずっとこうやってやる、はい、これずっとやらされました。こうやってやろ、ここで打て、ここで、そうあれお前 T できる、ここで俺できるからね、こうやって、うん、山内さんがこのバットのマークが最後まで見えてなきゃダメなのに、こうやってどうも分かんないんですよね最初はまだ18個の時じゃないですか、はいはいはい、ところですね、何言ってるか全然分かんなくて、手こんなになってやられたんでこうやってやろ、でもこうやると絶対バットのヘッドが残る。そうですね。だから俺インサイドは教わってからボール臭いインサイド普通にホームラン打ってるもん。よさはあの左とかインサイド強かったですよね。あれ山内さんですよ。山内さん線っておかしいじゃないですか。山内さんのおかげ。これ面白い、この話したのにさ、中西さんがいるやん。ああ、で山内さんこの2曲やん。で面白いのは中西さんは外をこう打たすような大事に。ああ、踏み込んでガンって真反対。これ究極ない、中西さんは外で山内さん内ない。だから山内さんの時にはええか、外3球投げられたら手挙げて帰ってくるって言われたんだ
もうそれピッチャーが偉いよ、うん、3球外パンパンパン来たら、いいか追っかける、絶対ボールになるんです、ボールになるんだ、追っかけなかったら、ただ絶対内側待って、内側に絶対突っ込んでくる、その1球でいったら12球、4打席だってストライク三振12球だな、12球のうち1球自分が待ってそれをカーンって技術ヒットかツーベースの時な打ったら4打数1安打だろって、うん、いいかフォアボール1個と、うん、3割3分3、うん、そう言われた、分かりやすい、奥さんも同じこと言ってました、あ同じこと言ってる、同じこと言ってる、同じレベルなのか俺、あれ師匠が一緒っていうことじゃないか中西さんと、それこそ中西さんの教えと、ロッテの中西さんやったんで、引退した後に沖縄で野球教室があって、終わってから吉さんとラーメン食べ行ったんですよ、はいはい、でその時に吉さんが、まあ、ちょっと酔ってはいたんですけど、バッティングの話された時に、はい、その時に本当目から鱗だって話があって、はい、吉さん、刀に例えたんですよ、はい、バッティングを、はい、中西さんがまさにその教えじゃないですか、この出るバットと腰の逆っていう練習をものすごい近鉄なんかも僕らも乗ってる時やらされて、で吉さんも同じその理論的なことを刀で例えて、確かにそうだなっていう、だから僕は吉さんはコーチを絶対やった方がいい、右バッター、右と左を教えられる人ってなかなかいない、いないですよね、松原さんは話長いんで同じスイッチだから本当に右対右で俺最初打ってるからね、うん、で右対右も分かるけどね、ただ分かんないのは左で左が分かんないだけで、でも左一緒一緒やだ、右対右と左対左一緒一緒ですよね、ただいいバッターは左ピッチャーの打ちやすいっていうのな、逆にそうですね、うん、でショート守ってても左対左の方が怖いの、いいバッターは絶対来そうで、下手なバッターは怖がって開くやん、でその違いがあるのかな、時間そろそろで結構来てるよ、来ました、全然ねまた今度なんかお願いしますね、いやいやもう最後にロッテが今は高校時代あんだけのスーパースターで、まあもちろんドラフトでプロ野球チーム決まるじゃないですか、はい、一番行きたかった球団ってどこだったんでしょうか、太陽、地元の地元、太陽か阪神、ただ単に縦島に憧れてたっていうだけで、子供心にドラフトのあの映像を振り返ったら、なんかこうロッテに来たそうな雰囲気じゃなかった、あれはもう本当声を大にして言いたいんですけど、はい、ロッテが城之内さんって、はい、うん、城之内さんがスカウトで来られたんですね、うん、はい、でうちは法政の武藤ドラ1で行くから、愛子君は1位で行けないし2位で指名したいんだけど、多分その時君はいないから、多分うちはちょっと指名はないからって言われたから、はい、ロッテはないなっていう話、はい、城之内さん面白かったですよ、真面目な方じゃないですか、うん、すごい真面目、ロッテスカウト城之内っていう名刺を置いてったんですよ、でありがとうございましたっつって帰ってって名刺持ってパッと裏見たら、プロになりたきゃ走っとけって書いてでもこの話は聞きたかったですよね、またでも本当逆に僕も聞きたいですよ、吉さんどこ行きたかったんですか、ない、え、ないんですか、俺プロ野球入ろうと思ったこと一回もない、興味なかったの、全くなくゼロ、俺は甲子園出たいだけだった、だから甲子園出てしまったからこの後どうしようかなと思って考えてたよ、まあ、大学から来たけどね、ある何校か、あでまあいや野球やるのが大学なのかなと思いならせたらカープが来たわけ、ヤクルトの話もちょっとあったらしいんだけど、ヤクルトは隅取ったんで、サードの隅、はいはい、同じ形でピッチャーから野手なんや、俺もピッチャーから野手なんで、うん、でカープって話した時に、あ、まあいいかって気持ちで入ったらとんでもなかったね、はい、終わる何しようならの世界でうわどうしようと思ってそこからの話は今度は愛子さんのチャンネルで聞いてもらって流していただいたり、予算甲子園出てるじゃないですか、はい、僕も出てるじゃないですか、はい、これプロ野球世界、プロ野球界のあるあるなんですけど、意外と甲子園に出る出ないで扱いっていうか選手間の扱いが違うんですよ、ああなるほどなるほど、だからドラゴンの時立浪なんて山本まさにマスターなんて夏の大会になるとマスターなんて甲子園何回出てます出てないいじめやな、なんか甲子園組っていうのが出来上がるじゃないですか、パークなかったですか、ないだってカープの小早川最大に、ない全くその世界じゃないもん、もうそういう世界じゃなかったね、甲子園組なんか一切来たなかったね、
まあでも吉井子さんが知らないだけで下ではあったとかも。いやないと思うよ、これ。本当ですか。うん、耳に入ってきてるはず。あれば。そんな感じ で、うん、で。この続きはね。そう、この続きはたけしの YouTube で、はい。そうですね。うん、お願いいたします。また、はい、ちょっとこっち不完全燃焼なんで、またいつかもうぜひぜひ呼んでいただければ。いやもう本当お願いいたします。はいと、吉井さんにはこれ真面目に言います。はいとイエスしか言えないんで。という形で。今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、オールスターズこれから始まっていきますという、うん、まあ、あの流れで、監督ぜひよろしくお願いします。はい、わかりました。よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしく。